こんばんは、KY スタイルです。突然ですが、スクラップブックをご存知でしょうか？お気に入りのものを貼ったノートのことで、今日は無印の単行本ノートで作る、私の趣味ノート作りをご紹介します。私はノート作りが好きで、ゆるーくいくつかのノートを作っています。今回ご紹介する趣味ノートに、バレットジャーナルメソッドの手帳に、映画の記録を書いている映画ノート、レシピノートに、こちらは14歳から作ってるファッションのスクラップブック、海外旅行ノートに好きなものノート、旅のメモを記した旅ノートなどを現在所有しています。今回ご紹介する趣味のスクラップブックは、ここ5年ぐらいゆるーく作っているもので、まだ全然完成もしていません。使用しているノートは無印の単行本ノート、税込み190円のものです。レトロでシンプルな見た目と無地な真っ白なノートでページ数が多く、しおり紐もついていて使い方が無限大なのでノートで迷っている方におすすめしたいノートです。まず私の趣味ノートでは4つのカテゴリーのものでページ分けして作っているので付箋でカテゴリーを区切っています。次に各カテゴリーに該当するものをマステやテープのりで貼っていきます。こちらはアートのカテゴリーの場所なので、巡った美術館やプロジェクションマッピングなどのチケットを貼っています。続いては食べ物のカテゴリー。お気に入りのレストランでは極力お店のカードをもらってくるようにしていて、こうして趣味ノートに貼っています。おしゃれなお店って大抵カードもとってもおしゃれなので、集めていくとワクワクして楽しいです。次狙っているのは京都にある喫茶店ソワレさんのカード。その他には野外イベントとミニシアターのページを作っていて、こちらはミニシアターのページ。ところでミニシアターってご存知でしょうか？またの名を名画座と呼んでいる場所もあるのですが、基本的にはこじんまりとした小さな映画館で、各映画館のコンセプトに合わせたものを上映しているスタイルの、まあ、なんていうかこだわりの強い映画館といった感じですかね。そのため一般的な大きな映画館では上映できないようなアンダーグラウンドな作品だったり、日本のかなり昔の映画も上映されていたりするので、とっても面白くておすすめです。私は5年ほど前からハマっていて、ゆるーく見に行っていますが、ラピュター酒屋と神保町シアターが特に好きです。ちなみに、新しい映画よりも古い映画の方が、なんだか今の時代ではレアな気がして、最近は好きです。ページ変わりまして、こちらは京都の新雪というクリームソーダの名店のお店のステッカーです。お店もステッカーもお気に入りです。ご視聴ありがとうございました。